ラガーペットチャンネルをご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではラガーコーポレーションが取り扱う様々なペット用品の紹介やペットに関する情報をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、お願いします。今回は商品紹介ですね。はい、はい、今回はイタリアのブランド EGR のキャリーバッグを紹介します。前回 EGR の商品で紹介したボビーバッグはショルダータイプのバッグでしたが、今回はフォーウェイでお使いいただける多機能キャリーバッグ、こちらのインフィニタを紹介いたします。フォーウェイで使えるポイントのまず一つ目がこんな感じですね。こんな感じでボストンとしてお使いいただけます。バッグのサイズ的にもちょうどいい、ボストンにした時に大きすぎず、ちょっと座席に座った時に膝に乗せてもちょうどいいサイズになってます。と次にフォーウェイで使えるポイントの2つ目、こちら今中に付属のアタッチメントがついてます。こちらですね。こちらを使ってショルダーとして使えます。使い方はこちらにですね、こちらに固定していただいて、まず1本目をつけていただいて、反対側にもう1本同じようにつけていただくとショルダーとしてお使いいただけます。一応こちらは長さ的に結構頑張っても肩にかけるだけの仕様となりますが、十分安定感があって疲れません。じゃあ次にこちらも付け替えて、今度はリュックとしてお使いいただけます。リュックとして使う場合はこんな感じで、こちらをこうつけていただくとがこちらですね。で反対側の下にあるアタッチメントにつけていただければ、こんな感じでリュックとして使えます。まあ、背負うだけではなく前抱っこも最近流行ってるんですけど、これ前抱っこでもお使いいただけます。でリュックにするとこう両手が空くので移動の際もかなり便利です。最後にもう一つポイントがありまして、と付属品こちらショルダーとリュックタイプの他に、中にこんな感じでもっと長いベルトがついてますので、こちらを使って車のシートにも固定が可能になってます。あとちゃんと中にもこう全部開けていただくと、中にリードフックもこうついてますので、飛び出し防止で安全です。あとさらにインフィニタは 4way で使えるだけでなく、名前の由来であるこのファスナーと無限マークのようにファスナーが開きます。で開いた時にこう全開でこんな広々と開けるので、ペットの出入りがすごい楽です。となかなかこう慣れるまでキャリーバッグにこう出入りするの大変で、飼い主さんも苦労するかと思うんですけど、こちらこう全開になるので簡単に出し入れができます。あとあんまりお出かけしない猫ちゃんとかなんかは、もう久しぶりにキャリーバッグに入るって時とかすごい嫌がると思うんですけど、そんな時も便利です。でさらに病院に行った時も結構診察台乗りたくなくて暴れたりもあると思うんですけど、こちらもこちらそのまま診察台に乗せて開いてこう診察が可能になってますので、動物病院での診察もスムーズに行えます。このチャックなんですけど、中からこうワンちゃんとか猫ちゃんが出たがってこう中から押すと思うんですけど、内側からこう開かないような構造になってます。まあ、万が一こう暴れたりしても大丈夫です。と次にこちらの底板ですね、こちらもボビーバッグ同様しっかりしていますので、中のペットも安心して入ってられますし、持ってる側も疲れにくいです。で底板がしっかりしてないと中でペットが踏ん張った状態で結構疲れてしまうので、しっかりしてる方が便利です。でこちらもボビーバッグ同様でこうメッシュ部分がかなりたくさん4箇所ありますので、通気性も抜群となってます。でカラーが全部で3色展開してます。とこちらがブラウンオレンジと、後ろにあるブラックレーベルと
カンベージュの3色となってます。サイズはワンサイズで、こちらだいたい耐荷重が6キロまでとなってますので、まあ、トイプードルとか、あと最近インフィニタですごい注目してもらえてるミニチュアピンシャーの子たちにもかなり人気です。あとデザイン的にここがペットのモチーフとなってるんですけども、まあ、猫ちゃんの方にも結構好評いただいてるので、猫ちゃんにもおすすめとなってます。EGR のお買い求めは全国の取扱店までお問い合わせください。最後までご視聴ありがとうございました。